お互いに好きならそれでいい。それが通用しない。そして耳が聞こえなくなって失ったものは、聴力だけではなく、いろいろなものを失っていた。しかし、時の流れとともに、また得られるものも大きかったようで。今回のお話は、僧がだんだんと聴力を失っていく中で、心を閉ざしていく様子や、それに伴い家族間でも歯車が少しずつ乱れていきそうな様子だったことが明らかになりました。友達に心配をかけたり、辛い思いをさせたくないと考え、これまで築いた友人たちとの関係性を切っていたそうでしたが、再び紬や湊たちと会って会話することで、彼の思いもだんだんと変わっていきました。次回は何やらまた不穏な進展を迎えるのでしょうか。8年前のようにだんだんと心の距離が再び縮まってきた紬と僧。紬の家で楽しそうに過ごす様子が映し出されました。湊の選んだ選択が浮かばれるエンディングへと進んでいくのかと思いきや、予告後半ではまたしても僧も紬もどこか寂しそうで不安そうな表情を浮かべています。湊のセリフからもまた僧がどこか手の届かないところへと行ってしまうのではないかと思われるような構成になっています。最終回を目前に控え、僧と紬は一体どうなってしまうのでしょうか。今回の冒頭は、僧が紬に言わずに別れを決心していたところから始まりました。耳のことを隠すのを決めたのは僧自身で、この時点で母、律子は力になってくれるからと話した方がいいという意見を持っていたことが分かりましたね。症状的には3年かけてだんだんと聞こえなくなっていったようですが、僧の心はそれに比例せず、早い段階から心を塞いでしまっていました。まだ聞こえる状態で耳にする、耳が聞こえないというワードだったり、これまで趣味として聞いていた CD を見ることなど、耳の状態よりも心が疲弊していたのかもしれないですね。一方で同じように、家族も苦しい時間を過ごしていたことが分かりました。花は僧ばかり心配する母にやきもきすると同時に、僧の耳が遺伝性でなったことを心配していました。律子も自分のせいでと責め、彼を心配しすぎていて、きっと心にゆとりなんてなかったのかもしれません。萌や花も、そして僧も同じ自分の子で平等なはずなのに、そうできないことや、そうできないことで花や萌に申し訳ないと思う気持ちと、でもやっぱりだんだんと聴力を失い、塞ぎ込んでいく僧を必要以上に心配してしまうという状況に、きっとずっともやもやしていたと思います。子供たちに同じようにしてあげたくても、なかなかうまく平等にできないというもやもやはとても共感できました。しかし、いつも僧との間を取り持ってくれていた萌や、嫉妬しながらもしっかり母や弟、妹を陰ながら支えていた花に、きっとたくさん助けられたのではないでしょうか。萌が湊にうっかり僧の耳のことを言ってしまい、これまで以上に僧の心が不安定になるのではないかと危惧していた律子ですが、予想に反してこれまであまり見せなかった笑顔を見ることができて、律子はほっとしたようで、僧との手話での会話が嬉しい様子がひしひしと伝わり感動しました。また家族のことに多くを言わないお父さんが泣きじゃくる僧に寄り添い、
言葉を使わずにそばで慰める様子が素敵でしたね。また今回のお話では、ソーの心の変化が大きい回となっていました。そしてそんなソーに誰もが共感できるようなシチュエーションが続きました。聞こえる、聞こえないという言葉では片付けられない状況で、誰にでも起こりうることなのではないでしょうか。一度沈み、心を閉ざしてしまうと、そこから復活するまでには、時間も気力もものすごくかかると思います。それがこのドラマでは、8年という月日がかかっています。同じく8年の時を要したのは、春男とナナ。こちらも、聴者とろう者で、その間に生じた考え方の違いが、二人を引き離してしまいました。ソウと紬の様子を見て、春男を思い出したナナが書いた手紙には、どんなことが書かれていたのでしょうか。この季節の恋愛ドラマは、クリスマスシーズンということもあって、大体は最終回に向けて、甘く温かい結末を迎えることが多いと思いますが、このドラマはそう簡単に甘くラブラブなモードにはいかないようですね。どんなストーリーで締めくくるのか最後まで想像できないのでドキドキします。ただ、紬とソウが結ばれないと、ミナトが惨めでかわいそうだとは思いませんか？彼のためにも、二人の強い絆と愛で、最高のハッピーエンドを迎えてほしいです。いいタイミングで流れる、オフィシャルヒゲダンディズムさんのサブタイトルも素敵すぎて、余計に心が揺さぶられてしまいますね。この曲を聴くだけで、このドラマにすぐに感情移入してしまうくらいです。物語も、残り2話となりました。早くもこのドラマが終わってしまうと、ロス確定という言葉も聞きます。最終回目前の次回のお話は、一体どんな内容になっているのでしょうか。次回12月15日放送の第10話も、ぜひお見逃しなく。では、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。